ショーン・モーリー、ショーン・モーリー、ショーン・アレン・モーリー、1971年3月6日台、は、カナダ・オンタリオ州、オークビル出身のプロレスラー、バルビーナス、バルベニスのリングネームで知られる。同郷の大先輩、デューイ・ロバートソンのコーチを受け、1991年にプロレスラーとしてデビュー。カナダ及びアメリカのインディー団体やプエルトリコなど各地を、 転戦して、キャリアを重ね、1997年2月には、ショーン・モーガンのリングネームで全日本プロレスに、初来日している。メキシコでは覆面レスラーのスティールとして活躍した。1998年、バルビーナスに改名して、WWF、現、WWE に初登場。元 AV 男優というギミックのベビーフェイスとして、自身が使ったタオルを、 会場の女性ファンにプレゼントするパフォーマンスで、女性人気を獲得する。決め台詞は、ハロー、礼です。後に、トリッシュ・ストラタスと組んで、ヒールに転向。一時期 RTG の検閲の対象とされ、AV 男優ギミックを中断したこともある。2001年に、WWF 正規軍とアライアンスの構想が、始まった頃はリングを離れていたが、2002年の、ロイヤル・ランブルに、 AV 団 U ギミックで復帰。その後にリングネームをビッグ・バルボースキーに改めている。この年に行われたドラフトでは、スマックダウンに所属することになり、当時ベビーフェイス側であったエッチラと行動を共にした。RAW に移籍後、GM であるエリック・ビショフの側近となり、リングネームをチーフ・モーリーに改め、三謀町のあだ名通りアングル上で、ビショフの懐刀となる。 GM の力を後ろ盾に、ビショフ陣営が有利に動くよう、RVD やケインなどの反ビショフ派レスラーたちに、ヒール構成をかけるが失態を繰り返し、ビショフに解雇を通告されるが、当時ビショフと共同で GM をしていた、ストーンコールドスティーブ・オースチンにより再雇用され、リングネームをバルビーナスに戻して、再び、ベビーフェイスに転向。その後はヒートで、 新人選手や中堅選手との試合を中心に、RAW では主にジョバーを務めた。巧みな試合運びや、ハイレベルなマイクパフォーマンス、高度なレスリングセンスの持ち主として、長年にわたり WWE に在籍していたが、後年はブックに全く恵まれないまま全在要因となり、2009年に解雇された。WE 解雇後、 WWF 時代の同僚であったジャイアント・バーナードの手引きにより2009年3月より新日本プロレスに参戦。GBH の一員となり、バーナードとカール・アンダーソンと組んで出場し、22日には棚橋博史と対戦するも敗戦した。7月にはカオスの一員として再び、バーナード・アンダーソンと組んで、ワイルド・チャイルド・大森高尾 中西学部と構想を展開した。11月、ハルク法案が、オーストラリアにて開催したイベントである、ハルカマニアに本名であるショーン・モーリー名義で参戦。26日には、ニック・ディンス・モア。28日には、ピンプ・ファーザーと対戦して勝利している。2010年1月、ティネと契約を交わし入団。1月15日、PPV であるジェネシス2010にて、 ショーン・モーリーとしてダニエルズと対戦して勝利した。19日、インパクトにて開始された8カードスタッドトーナメントに出場。1回戦で、デズモンド・ウルフと対戦するも敗戦して、予選落ちとなった。2月16日、インパクトにて勝利した場合はどこへでも行けるという条件である。フォールズ・カウント・エニウェア・マッチを、ジェフ・ジャレットと行い秒殺勝利を収め、ティネから退団することになった。 ティネ対談後、2010年10月、WWE とロードエージェントとして、再契約を交わし入団。WWE で、ロードエージェントとして、仕事をする傍ら、インディ団体にて活動。2011年3月、X、エリートエクストリームレスリングに参戦し、5月29日には、ジャイアントバーナードデリックナイカークと組んで、X タッグ王座を保持するフリークスクワット。 ドム・ビタリアンド・フレンチ・リベラガブリエル・ギャロと対戦して勝利し、ベルトをダッシュ。11月期、期チャンピオンシップ・レスリング・インターナショナルに参戦。18日に、シルバングラニエ、19日にクリスマスターズと対戦して、勝利。2012年1月7日、01USA に参戦し、ザシークと対戦するが、反則勝ちという最低に終わる。 6月1日、イクポ、イーストコーストプロレスリングにて、ビッグダディブイと対戦するが敗戦。2013年8月24日、カナダの団体であるクエイ、カナディアンレスリング、S エ d とートに参戦。ダニール・リュガント君で、ヘビーメタルロブスターダムと対戦して勝利。2014年10月18日、カナダの団体であるイキュ。 エリート、カナディアンチャンピオンシップレスリングにて、ゴッドファーザーと組んで、イキュタグ王座争奪3ウェイマッチに出場。王者チームである DTA、ダニエル・アドニスジョーディ・テイラー、ザ・ BBC、エリック・ロッカーレディース・チョイスと対戦するもベルトをダッシュするに至らなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。